じゃあ。これは結局、まあ、相手が初め一発避けて、で、お手くんで逃げるんですか。逃げて、一回来てきて、突っ張りたい。そういうふうに。ということですね。で、ここは、こっちの方がいいでしょう。ここは、斜めから相手が上からまず、こちら、こちら、もうちょっと。そうですね。それをこう受け流して。そう。で、次は振りかぶってもう一発振るのを、今度は、がっつりこう受けてる。ということですよね。ですから、こっち切ったら、斜めから来るので、はじめシュッと受け流す。もう一回振りかぶってくるので、それを、こう動くってですね。そう。そういうことですね。一回。これ半時。で、こうやって。で、後ろに。ってことですよね。で、これは、そっち側に。で、少し斜めから切る。それをこう動きます。これでつばぜり返りやって、バーンと。向こう後ろから来たんで振り返って大丈夫だということになりますね。で、一回切って。で、これは、で、かわす。で、ここから。同じ方法でいいです。これでこうです。で、はじめは。こう追い詰めてたのを相手が上から我慢しきれなくて切ったときにこうで切る、で切る、相手逃げるんで切っていくということですね。よっ、振り上げるときは相手が振るのをこう。で次は下についてきたのを足を。あ、次はそうです。こう。こう。でこのままこっちがまたついてるのにこう。上から。ということですね。で、これ、相手が手がついてるときに。Thank you.